やっぱりアイドルのイベントで書かされるので、毎年決まって世界平和をお願いしてます。私の願いは演武力向上です。世界平和はどこにいたんですか？世界平和はもうあの卒業したので、はい、私は小学1年生の頃に DS が出たので、その時からゲームにずっと関わってます。すごいする時は朝の7時ぐらいまでやる時もありますね。夜から？はい。最近だとメンバーと一緒にロルをやったりします。結構やっぱ韓国もね、あの e スポーツ盛り上がってますし、す、ね、はい、ゲームされる方多いんじゃないですか？そうですね、韓国の友達とやるのがすごく楽しくて、日本ではあんまりロールやる方いらっしゃらないんですけど、よくやってます私は。そうですね、まあ、それこそ最近だと APEX が結構盛り上がってて、僕もあのプレイさせていただいてるんですけど、やっぱりこうやっぱ競技勢とかも面白いですし、やっぱこういろんな、まあ、それこそ芸能人が参加するイベントだったりとかもすごい面白いなと思って結構見てます。宮崎さん、ボンバーマンのプレイ経験ってどうですか？私ないですね。お、はい、じゃあ初挑戦で。初めてです。来ますか？ちょっと勝たないといけないですよこれ。さあ、ということでゲーム好きのプライドかけての戦いです。さあ、まず左上白門が宮脇さんです。そして左の音赤、いきなり倒れたのは海の流星、倒れました。味噌麺として外からまたドッジボールの外野のような形で復活できます。そして黒がナウマン選手、青がミリンケーキ選手という流れです。衝撃と苦しい状況ですが、ここは海の流星飛んでいく。さあ、残り2分切って最後はナウマン取り切りました。こそれんしたミリンケーキを下してナウマン、まずは1戦目制していきました。楽しいんですけど、やっぱり難しいですね。プロの方々がすごい上手でした。わたわたして本当にさすが。私はいつも毎年決まって世界平和をお願いしてます。すごい壮大な、そうですね、来ましたね、はい。そっちいつ頃からそんな感じにこう。そうですね、私13歳からアイドルをしていて、毎年やっぱりアイドルのイベントで書かされるので、そこでいつも世界平和を書くようにしてました。まあ、どこ行っても間違いない、ね、はい、こう願いではあります ね、 すね。ありがとうございます。小学生の時に給食とかあるじゃないですか。だから七夕になると毎回あの特別メニューみたいに出てて、結構毎年あの七夕になるとちょっとそわそわしてました。こちらです。はい。一人でも多くの方が笑顔で過ごせますようにと。素晴らしい願いですが、どんなところから？まあ、そうですね。今、まあ、本当にこういうご時世でなかなかこう、まあ、楽しく遊べない状況が続いていると思うんですけど、その中でもやっぱこうやってゲームを落として少しでも笑顔で過ごせる日が続きますようにということで願ってます。ありがとうございます。私の願いは演武力向上です。世界平和はどこに行ったんですか？世界平和はもうあの卒業したので。なるほど、そうですね、はい、HKT も卒業されて、はい、私はやっぱどのゲームをするにも演武力って必要かなと思うので、結構私は好きなんですけど下手な方なので、あのゲームが少しでも上手になればなと思ってこのお願い事にしました。本当に今こうやって、まあ、こういう状況下なんですけど、こうゲーム配信やらせていただいて、いろんな方からあの本当にこうゲーム配信してくださってありがとうございますみたいな感じでこう言ってもらえることが多いんですけど、逆にあのその僕のゲーム配信で、まあ、さっきも書かせていただいたんですけど、あの一人でも多くの方がこのご時世をこう楽しく過ごせるゲーム配信をお届けできるように今後も頑張っていきたいなと思っております。私自身もゲームをするのもやるのも大好きなので、少しでもたくさんの方にゲームに興味を持っていただけたらなと思いますし、個人的には今バイオの新作をやってるんですけども、今月中にクリアができたらなと思っています。頑張ります。